ベリーからコーナーシュートを狙うか、広瀬のステップイン、決まりました。まあ落ち着いてますちょっとね、本当に。うわー、ボールを奪った広瀬、ダブルチームに行ってボールを奪う、広瀬狙っていました。またこれ後ろからバスケットカウントワンスロー、最後はセドリック・シモンズですが、ここはしっかりと防ぎました。広瀬選手ですかね、スナップ。ここはステップを踏んでインサイド、サダマ、はい、激しくいく、激しくいくがドライブ見せる、バスケットカウント、ここまで張っていない、はい、関の広瀬外でケリーだ、ケリースリー決まった、これですね、今度マカル、あ、これは落ちてます、そこの中広瀬が来た、そこからつながって最後は広瀬、中山ファールでバスケットカウント、古川がして広瀬、ここはジャクソン、そして広瀬が走る、広瀬のシュートできました。サイモンシュートまでいけるか、後ろから広瀬、おたけびを上げます、変わっていきました。どこにでもあったら分からない、全然分からないですよ、まだ広瀬、あったタイムアウトして、エスラフォー追いつくのは厳しいですね、新潟は何かを使えないと、あ、広瀬、また広瀬です、ユーロステッツですよね、これチャンスと同僚、ここも囲い込んだ、このパスを広瀬がキャッチ、そしてアウトナンバー、ノールックパスから決め切りました。でもすぐにダブルチームでバウンドパス、ナイスダイブが分かっとした、広瀬よく戻りましたね、今ね、動きに対してもうこれ完全に前が空いてると思って、もらった広瀬、ドライブイン、 N1、 ここ狙っていた広瀬、背番号24、うん、そうですね、これもし、まあ、こういうふうに、まあ、スティールすれば必ず選手につながりますからね、渋谷、あ、広瀬受けた、決めた、から打ってきました、うん、リバウンド、ジャクソンから山内、さあ一気にこのトランジション、ノールックです、あ、いいタッチ、シビアがまずは取っちゃう、後ろからですよね、広瀬のブロックですね、はい、一つ山が手を挙げてきます、初回越えてきて、ベンドラメ、ゴールした、決めていきます、お互いですね、お互いこう1対1の部分ですね、はい、はい、1対1の部分をこっちも守りたいですね、はい、切りましたが、あっと奪った広瀬ブロッキング、ディフェンスのファールです、広瀬ドライブ、広瀬決めた、落ちていますが広瀬のリバウンド、ケリーが空いた、かなりかけてるんでね、おー、よく打った、広瀬が行く、これは1点でしょ、ここは決めた、サーフショット、激しいディフェンス、野本、広瀬が切り裂いていきました、広瀬選手ですね、当たり入れて最後ここで広瀬は今日決めてませんが、ここに決めました、このステップアップ、時間使いたいですよね、あっ、足のアタック、使ってるんですけどね、ねじ込んだっていうのはこういうことですよね、そうです。